あそんなこんなで。じゃあ、えー、っと、いただいたメールたあの、たくさんいただいてますんで、行きたいと思います。えー、そうですね。えー、っと、何から行くペンネーム、福島県いわき市、高校1年生、高校1年生の、酒コンビーフ。えー、っと、田舎の道路の側溝と道の間の段差が、自転車で走るときにとてもイライラします。自転車で走りづらいところがあったら教えてください。 これはですね、今年断突であの、金沢のサイクリングロードです。<laughs> <laughs> これがもう、どの道路、だサイクリングロードっていう安心からのコンボでの罠ですから、完全に。<laughs> あのー、今まで多分自転車で走ってて、一番これ自転車で走るの向いてないなって、北九州の飯塚っていうところにある、その罠の道まで、そこはね、いかにも怪しいのに俺が調子に乗って走った感があるんですよ。 でもその金沢のサイクリングロードは、もうサイクリングロードとしていざなってきてますから、向こうから。いざなってきてるところに、とんでもない溝とか、ありますから、もうあそこだからある意味罠ですからね。そこですね。あ、これでだから1枠決まりです。100中の1枠。何番が行くかわかりませんから、もしかしたらあなたラッキーな、スターバックスのコーヒーを、 バカがこぼしたやつが、<laughs> <laughs> 当たるかもしれませんからね。もうさ、あんなに大人な泣きそうな顔で物を白状するの初めて見ましたよ。<laughs> 僕ねあんなにしし、すいません。は、は、はねてます、みたいな。ね、その、<laughs> あの感じすごかったですね、えー。ラジオネーム、エイフェニックス、エイフェニックス二人。 若い人聞いてんだ。しかも、遠くの人もあの、ラジコプレミアムがあるから、遠くの人も割と聞いてんですよね。長崎県の人。年賀状にまつわる昔のエピソードなんかありますかこれちょうど吸ってる時思い出したんですけど、昔、そのなんか1年か2年だけ中学校の時かな。えっ、ー、と、年賀状を直接クラスのほとんどの人にね、クラスのほとんどの人の、ちゃんと年賀ガキに書いたりするんだけど、ポストに当館に大晦日か、 初詣行った流れで、友達二人と投函しに行くブームっていうのがあったね。その時に、上原くんっていう友達が、ちょっと塾の先生をびっくりさせたいからって言って、何日かばかりで、一畳、畳一畳分のベニヤ板に、年賀状を作ったの。ペンキで書いて塗って。これで、えっと、1月1日の明け方に、俺と上原くんと大野くんで三人でそれを持って、 上原くんの通ってる塾の先生の家に持ってったら、多分先生の家に誰もいないような状態で、感じの、家の感じとしては、ね、サザエさんの家のあの感じなんですよ。割と古い感じの2階建てだけど、庭があって、庭のところからこうちょっとこう直接入れるようなとこなんだけど、そこの雨戸は閉まってないんだけど、誰も人の気配がしないわけ。これで、 ちょ、どうするってこの持ってきちゃったやつ持って帰るの嫌だぜってなって、したら投げ込んじゃうってことになって、うん、で、その庭にポンって、ふさって置こうと思ったら、その、おっきな畳一条分のベニヤ板が、なんつうの上鳥人間コンテストのさ、頑張れ頑張れ頑張れよーしのよしのとかんじゃあの、急に長小気流に乗るとかんで地面につくすんで、そのまま、あの、縁側の,の大きなその、 ガラス窓って何とか引き戸にガシャーンって正月の明け方、突き刺さって、明け方とか午前中、突き刺さって、で、その時なぜか大野くんが逃げろって言ったのね <laughs>。逃げたね。だけど、それが刺さってるのが何よりの証拠だから、後で上原くんがすごい怒られたみたいだけど。 あの瞬間のことすごい思い出しますね。あの、巨大な年賀状が地面スレスレのところをしばらく地面と平行に飛んだかと思ったら上がってったっていう、その何か目標を持ったかのことが上がっていって、その縁側のそのガラス窓に突き刺さっている感じ、木のガラス窓を塩って中に突き刺さってる感じとそ、なん、そのしばらく静かで逃げろっつってみんな逃げたのを覚えてますね。 えー、ラジオネーム時、時空が歪むさん、埼玉県。ね、妖怪ウォッチで注目している妖怪はありますと。これ、転売バヤーですね <laughs> <laughs>、えー。妖怪ウォッチをすごい掴んで、えー、あの、どっかのタイミングで、 えー、その妖怪に取り憑かれたまま売るに売れない状態になるやつがいるはずなんですよ。<laughs> おそらくどっかで生産が間に合っちゃうのか、ブームが終わっちゃうのかわかんないですけども、そいつだけが妖怪だらけになって、自爆霊です。自爆霊になるっていうね、妖怪ウォッチもね、大変ですよね。なんだっけあのー、それこそ、 僕の前の宮崎プロデューサー威言があるとか全く見たことないんですけど、その、俺ちょっとこんな企画やろうと思ってんだっていう話をした時に、他どんな企画,な企画やってんのみたいな話した時に、何の番組だっけ妖怪ウォッチの、玉結びで妖怪ウォッチのプレゼントをやるんですっていう話になって、あ、そうなんだした時の次にプロデューサーですよって、この TBS の。プロデューサーが言った言葉ですよ。俺も応募しようと思ってるだって。<laughs> <laughs> ないの不正とかないの不正とかできないの偉い人って。俺も今応募しようか迷ってるって言ってたよ。ね,ね小学館の提供ですけども。 そういう、ない、ないんですかそういうのはないんですよ。それちょっとおかしかったですよ。俺今応募しようかどうか迷ってるだって。でもなんかわかんないけど、その身内が応募しちゃやっぱダメじゃないかと思ってだって、どんだけ清いんだよと思いながら。<laughs> ええー、正しいよ。正しいよ。世の中の人に向けてのスペシャルウィークですからね。ええー、そうですね。あとは、えー、ラジオネーム、ファイヤーダンス失敗さん。 イジュイさんが今一番好きな海外ドラマは何ですかこれね、ウォーキングデッドのシーズン5を見てるんですけど、ずっと見てるんですけど、やっぱりなんか、ウォーキングデッド一番最初の頃に比べて、もうゾンビはどうでもよくなってるんですよ。ゾンビはもう本当に、申し訳てる、あいつって、ねね、はい、はいっつって。で、で途中、なんかわかんないけど、緊迫させたい時とかに、あ、一応ゾンビ絡められる、みたいな時にはゾンビ絡んでくるんですけど、もうね、これ難しいのはね、もともと、 フールっていう,う、その、えっ、ー、と、ビデオ配信サービスが割と早くて、で、僕が見てて、劇団ひとりくんがすごいそれも見てて、で、そのフールのタイミングで話をでき、ができたのを、いつの間にかフールは一周遅れになって、フォックスが早くなったんですよ。フォックスのいわゆる CS、BS のチャンネルが早くなったんですよ。で、さらにはフールがやらなくなっちゃって、シーズン5をやらなくなっちゃったりとかしてるせいで、何かみんながその、 ファイブの一番新しいのを見てるタイミングがバラバラだから、何も言えないっていうね、何もこう、ネタバレしやすくて言えなくなってるんですけど、ウォーキングデッドはまあ見ますね。ただもうほんとスナック感覚で、ちょっと流れ作業で、昔はすごい大、一人ゾンビが入ってくるだけで超大変だったのに、 もう普通に女の子とかが、棒、プス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 って次々と刺してる感じとかが、もうちょっと、<laughs> ちょっと面白いですね。まあ、てか、もうスライドしてきて、ゾンビが蔓延したし世界の中での人間の浅ましさみたいなものに話はスライドしてきてるからなんですけど、そうですね。それが、その、最近思うやつですね。えーっと、ペンネームカクテルパーティーえ。兵庫県の人。兵庫県の人か 兵庫県の人今年のオリックスの補強はどう思いますかそうか、ジャストオリックス好きなのかなぁなんかもうさ、あっち側のチームとこっち側のチームに僕分かたと思うんです。ね。あのー、要するにもう徹底的に、それいいじゃん、もうルール内なんだから、補強にはお金かけますよ、側のチームってあるじゃないですか。で、そうするともう、えー、ジャイアンツ、ね。それからホークス、まあ、阪神。で、オリックスがここですげえじゃん。小屋のブランコ、中島、 あと、広島のピッチャーのバリントン、あの、もうすげえ勢いで取って、しかも金こう出さないように頑張ろうみたいな状況じゃん。ものすごいことになってるんや。それに対して、カくなナに、広島、日ハムあたりは、こっち側っていうか、もう取られても取られても、取らないっていう感覚じゃないですか。もう、その、好みに応じてだなと思うんだけど、まあ、それ取らない側は取らないのに勝ったら、勝ったって喜びちょっとでかいな、みたいなのは、まあちょっとありますけど、 それより俺の中で兵庫っていうのにびっくりするのは、前も言ったかもしれないし、ちょっと最近もそう思うんですけど、あの、くれでさ、あのさ、号泣議員の VTR が出るじゃん。俺その号泣議員の VTR がすごく嫌いなんですよ。嫌いとか、あれを、で、その不正は良くないっていうニュースに入るんならいいんだけど、ニュース番組であれが流れるとみんなが笑うっていう流れがすごい嫌いなんですよ。 で今回もなんか重大ニュースの番組ちょっと出てて、俺だけすげえ嫌な顔してるっていう。でいて、その、あの VTR を見てる不快感と、その時にみんなが笑うっていうことの不快感と、で、さらには、ここで俺変な顔しちゃってるのはあんまり、その、チームワークとしてよくねえんじゃねえのみたいなことや、被害妄想の不快感です,すげえ、もうゲロみたいな顔して、多分それワイプ出てると思うんですけど、出てればですけどね。すげえなと思ったのは、その、 兵庫の神戸のなんかその北の偉人館、偉人館街みたいなところで、なんかその代わりサンタクロースの展示会みたいのがあって、そこで号泣サンタって出してるのよ。お前ら選んじゃった側としてのはないのってちょっと俺は思うんだよね。それを面白がっちゃうのを、え、神戸でっていうのが俺の中で、兵庫でっていうのが俺の中であって、 なんかわかんないけど、オリックスの話聞いてるだけなんですけどっていうのは、<laughs> ね向こうからすると、オリックスの話聞いてるだけなんですけど、みたいな、ねなんかわかんないですけど、あの、ちょっと今、ヘルマンぐらい微妙な気持ちなんですけどっていう、その、<laughs> まあそういうことで、ねえ、えー、と、あと何ですかね。ええー、押す、ほら、山村も、あ、いつも帰ってくれてる人だ、ねあ、この人年賀状いくらちょっとありがたいですね。 ヨルタモリについて喋ってください。ヨルタモリ見てますかヨルタモリねヨルタモリ概ね評判いいんでしょうね。でも俺よくわかんないんだよね、ヨルタモリ <laughs> あのさ、タモさんが何かし、その必ず宮沢りえさんがこうママやってるところにタモさんが謎の客として来ていつもキャラがなんかついてるわけ自分はなんかの工場長でみたいなついてるわけで、そこに井上陽水さんが来たりするわけ俺単純に井上陽水さんとタモリさんの話が聞きたいから、一個キャラがついちゃうことで、もう井上陽水さんとタモリさんの話はしないじゃん。井上陽水さんとそのタモリさんが演じてる工場長の話になるから、 もうなんだかす、すげえわかんないじゃん。で、ちょっとおかしかったのは、井上陽水さんもその企画に乗って、なんか、その即興劇として、えー、何かをしようとしたの。俺じゃあこういう設定でって言おうとしたら、宮沢りえさんがもうややこしすぎるからやめてってその場で言ったのね。それはすげえ面白かった。そこだけ。俺もそう思うと思った。もう、タモリさんでも、みや、井上陽水さんでもない人同士の話とかより先に、もうなんか、だま、宮沢りえさんはもうわかんない。もう混乱してきて、 ぶっ飛びと思ったんだろうね。今、大流行。今年の流行語大賞の。例のぶっ飛びですよね。ぶっ飛びを思ったんでしょうね。なんかあの感じが俺の中でタモさんが普通に、その、変わったゲストの人と話すの見てえなと思うから、途中もコントとか面白いんだけど、いつもなんか夜タモリ見ながら、 なんか、こう、タモさん好きだけど、夜タモリ、なんでそんなに評判いい感じには俺ならねえなと思いながら、でも見ちゃってるからそれでいいのかぐらいのやつですね。なんかわかりませんけど、メール来ると何でも喋りますね。あんま喋んなくて、あんま喋んない方がいいんじゃねえのっていう。あんたタモリクラブ出て合いますよね、タモリさんに結構っていうのも含めて。まあ